小座全部でラジオ祭。はい、皆さんおはようございます。ということで水曜日11時になりましたよと、小座全部でラジオ祭の時間がやってまいりました。本日もメインパーソナリティ務めさせていただきます、吉本沖縄芸人の空馬よしきでございます。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、今週もやってまいりましたけども、水曜日ね、いつもこの小座全部でラジオ祭が仕事始めということでございまして、毎週これね、だから7月からやってるんですか、もう何回目、6回目ぐらいかな、なりますか、まあまあ、順調にね、進めさせていただいておりますので、この番組はですね、島全部で大きな祭に向けて、沖縄国際映画祭に向けて、小座の方々に、島全部で大きな祭、沖縄国際映画祭を身近に感じてもらうための番組となっております。また私空馬よしきがですね、小座という町の、沖縄市という町の面白い情報を発表する場所にもさせていただいている、番組でございますということで、でこの番組ではですね、メッセージ募集をさせていただいておりますよ。メールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp と、ファックスは0989348653、0989348653となっております。また FM 小座ではですね、ユーストリームとツイキャスで映像と音声を配信しておりますので、 FM 小座のホームページから全世界から見ることができますので、そちらもお楽しみいただければと思っております。よろしくお願いいたします。お気軽にね、なんか何でもいいです。普段会ったことでも何でもいいので、コメントをしていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。宮城さんからツイキャス来てますけど、音が聞こえないって書いてあるけど、なんでかな。音聞こえてない、これどんなやったら分かるの。あ、いつもはね、なんかイコライザーがファンファンファンってやるけども、それができていないね。なんでね、これ池城さんごめんね、このマイクってなってるのがいつもガンガンガンってなってますけども、音が聞こえないということなんですが、はい、今からちょっと音の調整をさせていただきたいと思います。ごめんなさいね。はい、ありがとうございます。さあ、ということで水曜日始まって何があったかな、先週1週間。もう9月いよいよ終わりですね。今日30日か。あ、シルバーウィークが終わってからか。でございますね。何があったか、23日からだから、まあそうですね、大したあれはなかったんですけど、一応そうですね、あれも無事終わりまして、何でしたっけ、ガレージセールのゴリさんが、脚本支援をさせていただいております。まあ、空手フリム1台ですか、沖縄市公演と、ありがとうございます。沖縄市公演とそれから浦添公演ね、楽しんでさせていただきましたけども、また今度宮古島やら台湾でもありますんで、ぜひとも皆さん興味がある方はチケット購入して、宮古島でゆっくりね過ごされていただければなと思います。非常に面白い。もうだけど、あ、そっか、完売だ、ごめんなさい、もう完売って言ってましたね。これちょっと難しいか、完売からちょっとね席開けてみるっていうのはちょっと難しいとは思うんですけども、ぜひとも、時間のある方はね、また再演も多分すごい人気があったんでやると思いますんで、その際見に来ていただければなと思っております。よろしくお願いいたします。はい、そんなもんかな。じゃあ、で皆さんね、いかがお過ごしだったでしょうか。音も今聞こえてますかね。よかったです。はい、ぜひとも皆さんの何でもいいです、日頃あったこと何でもいいので、こういうことありましたよっていうのがあったら、ぜひ、見に来ていただければなと思っております。こちらの番組までよろしくお願いいたします。はい、さあそれではですね、吉本沖縄からの告知一応ありますんでご紹介させていただきましょうか。那覇にあります国際通りのハピナハ、こちらの方でおもろお化け屋敷、それから、沖縄花月やっておりますんで、ぜひとも遊びに来ていただければなと思っております。お化け屋敷は11時から、もう今始まってんのか、11時から夜の21時半、9時半まで、やってますんで、ぜひ。で、今日ね、水曜日ですから、8時
20時以降から、マジムンナイトって言って、いつも以上にお化けがいっぱい出てくると。で、そのお化けも全部芸人でございますので、はい。ぜひとも30分ぐらいのお化け屋敷かな。なかなかないですよ。はい。で、1000円以内で今入れるんじゃないかな。大人の方もね。はい。ぜひとも遊びに来てください。沖縄花月は14時、16時、18時と3回公演やっておりますんで、今日2回公演だったかな。スケジュールをチェックしていただいて、吉本沖縄で検索したら出てきますんで、お願いいたします。はい。じゃあここで、そのまんま CM 行って、この後のコーナー、今日はね、ちょっと楽しみ。女性ですよと。それでは、ここで CM です。どうぞ。ありがとうございます。すいません。じゃあ続いていきますね。まあまあ女性だけど一応2回目なんですけども、はい。まあこんな感じでゆったりとさせていただきますので、ラジオ初めてですか？何回出たことある？あ、初めて？全然緊張する必要全くないですよ。もう本当にね、もういつも夜喋ってる感じで全然いいの。なんで来ればよかったんだよ。なんでよ、早すぎるわ。ダメダメ、本物になってしまう。昼、朝昼から飲んでしまう。本物になってしまう。全員な、一緒にやるんですか？みんな一緒に。お友達で、いつも来てくれる。そうですね。沖縄市の方ですか？アーティストですね。あの方はいろいろものづくりが上手な方。何が上手？ものづくりが上手。アクセサリー作ったり。クリエイターの方なんですね。さあ、ということで、小山中に聞いてみようのコーナーがやってまいりました。このコーナーはですね、小山で頑張っている皆さんをゲストに、沖縄市で頑張っている皆さんをゲストにお呼びしてお話を伺っていくコーナーでございます。今回のゲストは女性2人組でございますよ。めぐみさんとはるなさん、めぐさんとはるさんでございます。イェイ！イェイ！こんにちは。こんにちは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。めぐさんとはるさんって、お名前だけ聞くと、なんか、なんていうんですか、そのお姉なのかなっていう感じのイメージがあるんですが、半分昔は男だったかもしれない。嘘つきなさいよ。嘘でしょ。あ、でもお客さんに春菜だよって言ったら覚えやすいから春菜で春で覚えてくれます。あ、なるほど、はい、いつもそんな感じです、ね、あ、そうなんですね。春さんはそんな感じ、はい、メグさんはどんなやって、やっぱりお客さんが年配の方多いんですけど、うん、ええ、あのメグって名前言うと、あ、うん、あんたうまくうだね。どういうこと？どういうこと？イメージ的にめぐみっていう名前が、はい、なんかうまくうだったでしょう。あ、そうなんですか。でどうなんですか、実際めぐさん。うまくうでした。普通です。普通です。普通普通普通、そこまでやんちゃではなかった。うん、まあまあまあって。まあまあまあってことで、まあまあ、なるほどね、うん。ちょうどいい塩梅な感じの。そうそうそう、でちょっとお二人さ、だからどんな人なのっていうのをちょっと。なんか、うん、どんな人ちょっと知りたいなと思ってるんですが、うん、メイグは、うん、お姉ちゃんで、うん、なんかしっかりしてて、いつも自分は頼りっぱなしなんで、ええ、どちらかというとこう姉さん、お姉さん、姉さんみたいな。どんな関係、メイグさんとハールさん。どんな子みたいな。そう、いとこなのみたいな。みたいな。どういうことやね、いろいろあるわけね。そう一応ええかってこと。もう付き合いがもう長いから、うん、それでもそんな感じになっちゃって、うん、なるほど、うん、そしたらじゃあ言ったらめぐねーねーになるわけ。はい。で、はるさんからしたらもう頼りになるお姉さんで。
古文古文ほいでメイクさん的には春は古文おいおいそのままかよ親分古文で で2人は何をされてる方かっていうのをまず1回はい 何されてるはい、ゴヤの、はい、今はあのゴヤ一通りっていうんですけどゴヤ一通りっていうの、はいあのはい、旧の万作通りでした。あ、万作通り、万作通りね、はい、はいはいはい。そこにあるあのスナックっていうサークルで、ええ、はい、働かせていただいてます。スナックサークルというお店？スナックサークルっていうお店？サークル。サークル。スナックサークル。サークル。え、なんで何が違うの？サークルとサークル、サークルではなくてサークル。サークル。サークル。サークルってあの円ってこと？ミステリー。ミステリーサークルの。ミステリー。一ジャールちょっと面白いんだけど。そのあじゃあスナックのお二人そうです、そうですね。キャバ嬢ってこと？キャバ嬢。キャバにはならない。何嬢にするの？お化け。お化けってなんかちょっと待って、いやいや、さっき おもろお化け屋敷の話してたから、吉本の二人すぐ行けるねじゃあね。行けますね。いやいや、そんなお化けなんてそんなメスと思わない、めちゃめちゃ綺麗なお二人なんですけど、なんかじゃあそのスナックを一緒に。まあまあ映画として家族として一緒にやってるわけですか、はい、2人やってるの、はい、いやあのママがいます。ママさんいらっしゃる、はい、あそうなんだ。ボスがボスがいるわけ、ね、ボスがちゃんといて親分子分ボスがいるわけ、ね、いますね、はい、あそうなの。へえ、どんなあるんだろうお店、の携帯みたいなのってどんなお店なの、結構あの気軽にみんなで楽しく飲める、うん、で女性のお客さんも多い、うん、あ多いので、それ間違いないね、はい、同性の人が集まるお店って言ったら多分間違いないでしょ、うんうんうん、で先日も私の同級生がモアイで使ってくれて、うん、あ、はい、そうなんだ。あ、なんか素敵ですね、うん、アットホームな感じの動物園みたいな動物園あるなんか言い過ぎやりたい放題マジで。いや、なんかちょっと面白そうだね、興味あるね。楽しいですよ。へ、結構高いの時間制とかね、それともボトル制ね。いいボトル制 で、うんうん、で高いんじゃないの、そんないいところだったら。それがですね、うん、どれぐらい？お安いんですよ。安い、あんまり言えない。いやもう1万円持ってくれば、うん、どれぐらい遊べる？もうたらふく飲んで、嘘でしょ、いたれり歌も歌ってあ、ほんと？たまに肩凝ってる方、うんうんうん、ちょっとね、うん、マッサージしてあげたり嘘でしょ、そんなこともあるのちょっと待って、人見てやるみたいな顔するのやめてそれは人見てやるでしょうみたいな顔、時と場合にもまあまあそうよね、そうね、そうですね。で一応カラオケとかも歌える、はい、カラオケも1曲100円で、うん、あ、はい、歌うことできるんですね、うん、あ、そうなんですか。いや、それなんか素敵だな、なるほど。じゃあそんなお二人なんですけども、またちょっと、お二人のそのパーソナリティにちょっと踏み込んでいきたいなと思ってるんですけど、はい、いつからね、これ例えばメイグネーネーはいつからそのスナックサークルで働くようになったの？私は今のママがオープンした当時にちょっとアルバイトをしてて、どれぐらいになるの、うん、結構経つサークルって長いの？13年。あ、13年目に入ってもね、結構経つね、はい、あ、そうなんだ。じゃあ老舗っちゃ老舗だね。そうですね。じゃあだってさ、うん、今の時代10年以上続く企業っていうのは 0.2 とか 0.3% とか、うんうん、そう、その中にサークルが入ってる。嘘でしょ0.2 とか 0.1 入ってる。有料企業じゃないですか、そんなねえ、いろいろあったと思うけども、はい、あ、そうなんですか。その前とかは何やってたの、聞いていいメンク。私は、まあ、いろいろ飲食店、サービス業が好きだったんだ。はい、あ、本当に。お、出身はどこですか、メンク。はもう小山中です。もうずっと小山。はい、高校も小山が出てて、もうずっとこっち、もう小中、もうずっとこっち、はい、ああそうなんだ。じゃあもう、うん、もう全部知ってますね、小沢のことは。もうあっちの数字から、あっちの数字まで。悪いことしなかったあっちの数字でなんか悪いことしなかったね。隠れる場所もちゃんとよく分かってる。そうなんですよ、逃げる場所レイジャスさん、ありがとうございます。メイク、じゃあ分かりました。で続いて、じゃあハールは、ハールは、そうですね、今ママが8年ぐらい前からご一緒にさせていただいてる、はい、その前とかは何かやってたの？ちょ、自分も接客業ですね。あ、やっぱり好きなんだ、ね、その人と相対するのがね。何が魅力なの、その接客業って。なんだろう、なんだろう、なんだろうな、魅力、人、うん、話してて、そう、人が好きって、あのさ、つながるっていう、やっぱいいね、サークルってやっぱそういうことでしょ、うん、はい、ね、一緒になってつながってって、うん、
そのつながりで縁になってね、みんなで助け合いしてるみたいな。ゆいまるです。ゆいまる来ましたね。ゆいまるいただきました。ありがとうございます。そうなんですか。で、出身はどっちになるの。私も同じ。あ、もうずっとコザで。コザで。あ、そうなんだ。コザのさ、ちょっと魅力みたいなのってじゃあ二人に聞いていいかな。そんなコザでずっと、接客業を営んできたハールとメグは、その沖縄市のコザの魅力っていうのは見てみて、なんか二人の中年男性がそう、さっきからかっこいい中年男性二人が、ね、ずっとFMコザの前で手を振ってるね。えファンの方がいるってこと？ファンかな。あら、ファンの方、ファンです、ファンですよ。一番目のファンですよと。イケてる保護者たち。保護者たち。今保護者たちなの。なるほど。三冠美ですかね。なんか三冠美って、そう、本当ね。なんか買ってってすぐ返しそうな二人だね。よろしくお願いします。お願いしますね。お願いします。バイバイとやっていただいておりますけど、そのファンをついてる、その魅力をちょっと教えてもらっていい？沖縄市。必ず小座じゃなくてもいいよ、うん、沖縄市に向けて言えるでも結構お店で も,、うん、もう初対面の人なんかもすぐお友達になって、うん、で一緒に飲みに行ったりとかする人もいるんですよ。あ、そうなんですか。着替えばもう一緒に飲みに行こうみたいな。へえ、そうなんだ。フランクというかすぐ友達みたいな。それはなんかなんだろうな、そういう星の元で生まれてんの。人に出会う運が強いとか、恵まれてるかも。そうそう、あ、ほら、やっぱそうなんだ。そういう人がみんな来てくれてるお店に。なんなんだろう、すごいな。あ、じゃあそういうなんていうの、あのザックバランに人と人とかつながりやすい街じゃないかなと、名具的には。そう、そういうのが沖縄市の魅力じゃないかと。そうそう、なるほど、素敵だね。一応さ、ね、沖縄市、僕町前とかもやってるんですよ、沖縄市の。でやるときにいろいろ修学旅行生だったりとか、内地から来ている企業の、4、5名ぐらいで来られてるお客様案内したりするんですけど、その時におばあとかが歩いてたりしたら、はいさいって全然会ったこともない人に声かけたりとかして、そしたら話、うん、なんでね、今日どっから来てるのこの人たちとか、普通にフランクに喋ってくれるから、確かにそれは僕一応写真読みたんなんですけど、だけどなんかそんな感じ確かにありますよね。話しかけやすい。なんかでスーパーとか歩いててもおばあちゃんなんかが、あい、あんたの子供ね、子供連れてない、あんたのじゃなかったら怖いやつだよ、うん、儲けたね、上等って、うん、儲けたってなんね、子供、子供が生まれてるから、もうたくさん連れてる、うん、自分私4人子供いるんですけど、あ、なるほど、そう4人連れてると、ああ宝物をこんなに抱えて、あんたすごい永久中佐と、あ、いや、なんか素敵ねっていうのをよく言われます。三栄とか、三栄金秀で、三栄金秀で、三栄金秀で、あんた儲けたね、儲けもんだねって、おばあちゃんなんかよく声かけられる。すごい素敵ですね。いや、そういうの聞くとやっぱ沖縄市の魅力というか、そういうの実感できますね。ありがたいわ。なるほど。でどうなの？自分的には。シャインエーですか？シャインエーじゃない。シャインエーって言うの。シャインエーじゃないですか。シャインエーじゃないよ。ですね。あの、うん、人がこうフランクな感じですぐ友達になれるっていうのもあるんですけど、うんうんうん、やっぱりこうみんながここにこのあの個性がしっかりしてるというか、面白い人がたくさんいたりして、うんうん、あ、なるほど。この人はこの人の良さみたいなのが溢れてるんですよ。でそれをみんなで引き出したりとかじゃなくて出てるんですよ、溢れて、うん、あ、なるほど、溢れてびっちゃびちゃになってるんでそう、楽しいみたいな、会うだけで楽しいんですよ。なるほど。あ、そういうそのじゃあなんていうしっかり自分を持ってて、 そうなんですよ、それをしっかり出し切れてる人たちが多いから、うん、はい、そうです。お客さんで特に多いんですよね、サークルのお客様も。へえ、素晴らしいですね。なるほど。これもらったとか言って、なるほど、なるほど。楽しい。芸人っぽいね、なんかね、二人。そんな感じ。ね、あ、なんでお店が。お店ですよ。お店がそんな感じなの。お店はあの、それはあの、一元さんとかではなくて、うん、ちゃんと誰でも入れるの？結構一元さんはもう、常連さんに なります。あ、そんなに楽しかったよって。またまた入ってきて、いいね、ビール一本だけどって入ってくると、うん、あ、もう全然いいよ、どうぞどうぞって言って、うん、で飲んで、でまた、ね、後日。前来たところここだったかねって、はい、当たってる当たってるって誰でもいいし、当たってる当たってる、怖いわ、隣かもしれない、当たってる、食虫植物みたいになってる、食虫植物だろ、うん、やめなさい、めっちゃ怖い。でなんか 2,3 回来てくれて、うん、
お酒はいくらね、うん、似てるさ、いくらだよ、似てるんだこれ、まあ、これなしていくらだよって、じゃあお酒飲もうかね、あったが好きなの取りなさいって、あなるほどなるほど、何がいいね、あそうなんだ、なんか素敵ですね、そういうのね言っていただくと、へえ、あそうそうなんですね、ありがとうございます。で今ねピサさんからいただいております、こんにちはということでお二人にも来てますよ、こんにちは、はい、で中野町の勝木さんからいただいております、クーバさん羨ましい、綺麗なお姉様方じゃないの、お昼前からずるいぞということでいただいております、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、それについてなんかコメントないの。ありがとうございます。いやめっちゃ低い声で言うな今日映りがいいですからね、めっちゃ低い重低音で、ね、ウーハーで言うな、ウーハーで聞きやすいから、聞きやすい、まあまあまあ、まあ、入るかもしれないけど、そうね、モスキート音よりはいいですけども、ね、はいはい、ありがとうございます。まあまあ、でそんなお二人なんですけども、一応その例えばこれからどんなしていこうかなとか、小座でこんな感じでやっていこうみたいなのとかも展望ってあるんですか。なんか別にもう今まで通りです、うん、そのままね、うん、サークルで一緒にそういう仲間でうちがどんどん増えていって、うんね、あれできればいいかなって感じなのかな。一応やっぱり活性化っていう形で小屋もいろいろ動いてるので、うん、小屋一通りっていうことでいろいろなんていうのかな、うん、いいよいいよ、なんかママさんとかマスターが頑張って、うん、今みんな集まって、うん、なんかやろうとしてるの。そういろいろ何かを祭りとかあります。イベントをやろうかっていう、あります、まあ、行ったらやらんといけんことなのか、行った方がいい、いい考え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 ね。え、祭りやるの。やります。勝手に言ってくださいどんな祭り、どんな祭りするの。やっぱお客さんがやっぱ来やすい、デージョンもしそう、小屋っていいところだよっていうのを伝えたくて始めてるんですけど、やっぱり、うん、お店それぞれのお店の魅力がある通りなので、はい、これを最大限に引き出す方法として、うん、みんなでまずは小屋ってここにあるんだよって、いいお客さんがみんな来いよ来いよっていう感じでやりたいっていうことで。なるほど、そうなんですよ。でこうみんなでこうマスターママさんたち集まって、違う、だからなんか例えば小屋一通りのちょっとまあまあ道そこまで大きくはないけどさ、ないけどそこなんかテントじゃないけども屋台みたいの出したりとかもしたりするのかな、いろいろ出店みたいな、うーん、おやるっていう、やってほしいな、じゃあやります言うだけ結構お客さんの中には20年前によく小屋で飲んでたんだけど、うん、いいね、うんうん、久しぶりに来たら、あ、お店やってるところあるんだね。あ、なるほどなるほど、うん、そういうのも再発見させていただきたいということで、そうそうそう、うん、いいさ、いや、ね、僕読谷村出身なんですけど、座喜味城跡に登るちっちゃい道があるんだけどさ、あそこをもう全部警察にお願いして、うん、もう通行止めにしてから、うん、その道って言っても300メートルか400メートルぐらいしかないんだけど、うん、そこに全部屋台つけて、うん、それでふれあいぐすく祭りっていうのをやったりしてるんですよ。これも始まったのは3年か4年ぐらい前だと思うんですけど、すっごい盛り上がって、で屋台もさっきおっしゃったみたいにすごい個性的な人たちが多いから、書道家の人がさ、屋台出したりしてるわけ。何食べるんですか。いや何も食べないいい書道家の人がなんか顔を見てからあなたの名前教えてって言って、それで書道で書いて、でそこにね、あなたっぽい文章みたいなのを書くわけ。その名前にちなんだなんかなんていうんですか、三尾さんみたいな、相田三尾さんみたいな感じのコメント書いて、オリジナルの唯一世界に一つだけしかない作品を色紙に書いて出してるっていう。小屋にも来ませんか、ね、だからさっき言ってたさ、いろんな人がいやいや小屋小屋だけでな、小屋だけでなんかだからね、いろんな人とのつながりがあるわけだから、うこういうのでね一緒になって、はい、最初はね6軒7軒ぐらいでした、出店が。今はもう20、30軒ぐらい出てるんですけど、最初そんなもんでいいんで、ね、そうそうそう、来ますよね。あ、一通り、ね、いつなの。だからその違う、どうせ土日にやるさ、一応はやっぱ人が来やすい時間がいいさね、昼だったりとか、はい、まあ、夜まで行っても19時とか20時ぐらいまで、なので、いや土日だとちょっとやっぱ忙しいんですよ。忙しそうですね。まあ、年末に向けて準備はしてるらしいんですけど、いつ2月、ワッチはもうはっきり、うん、大体で大体今の、うん、うろ覚えの情報としては2月ぐらいって、いつかね、なんか11月とかって聞いてます。新に近いさ、そうそうそう、本当、あ、それちょっと楽しみだね。11月か秋口ぐらいだね、うん、
行きやすいわ。そうそう、涼しくなってから。その時何かすんの？え、例えばさ、サークルとかではなんかコスチュームとかやったりすんの？10月31日いいんですか？違う違う、いいんですかじゃなくて、いい私みたいなもんがいいんですかじゃないわけ。いや見たいよね、チャイナドレスとかさ、ねえ、バッチリでしょ。グーってファンクラブが丸出してますね。大きな丸出してますけど。はい、友達のワーみたいなサークル作ってますから、うん、サークルって。はい、いやだからそれ、そういうのとかもなんかやってくれたりしたらめっちゃありがたいなと思いますけど。じゃあやります。やるな、もう何でも何でも受け入れてくれるな、マール。はあ、そうですか、ね、どうする、メグネさんはどうする。メグネさん何しようかな。なんかなんかやって、なんかそういう感じの、あのコスプレでなんかわ渡してましょう。娘の中学校の制服って。山内中、山内中の、山内中の。いやあのね、悪くない、もう全然悪くない、いいと思います、いいと思います。中学校のね、だから娘さんではやめてもらっていいかな。なんか娘さんがちょっと怖いって思うんじゃない。一回来たら喜んでたけど、みんな。あ、本当テンション上がるよったの。うん、素敵だね、家族もまたね。あの頃のままだね。ね、誰に言われたわ。あの頃のままだねって言って。誰に言われたわ。あ、そうなんですね。ありがとうございます。で、歌も一応大好きなんですよね、お二人ね。歌、そう、お客さんがもうみんな歌好きで。うん。そう、もうみんなワンからワンからね。そうなんですよ。みんな歌先生、すごいですよ。歌先生？歌先生ですよ。歌先生なの、みんな。歌先生です。どんなのが流れるの？いやもう加山雄三もいますし。わ、いいね、渋いな、渋いね、大好きですね。石原裕次郎も、裕次郎さんいいっすね。はい、裕次郎さんいいな。ひばりも、ひばりもいるじゃん。ほんと、ひばり、みそれひばりさん、ひばりさんも、女性の方も来られるって言ってたけど、はい、なんで女性の方はスナックって普通男の人だっていうイメージが勝手にあるんですけど、なんでサークルにはそんな女性の方も集まるのかな。お友達がまたお友達を呼んできたり、うんうんうん、で、うん、あの近くの、 あのママさんだったり、うんうんうん、まあ、別のお店の従業員だったり。ああ、そうなんだ、うん、何時から何時までやってるんですか。営業時間が8時から、はい、1時1時まで、はい、1時には看板は消えてます。ああ、なるほど。でも開けてるかもしれない。どういうこと。その時その時の状況にもよると。はい、なるほど。8時から1時まで、はい、8時って結構早くない？あ、でも真ん中ぐらいしかない。あ、本当？もっと早いところある。はい、6時台から開けてるので、あ、そうなの、はい、面白い。定休日もあるんですか？定休日は月曜日に。月曜日になってる。日曜日開けてます。あ、なるほど、いいですね。日曜日開いてるっていいね。日曜日開いてます。散髪屋多くない？明日休みだから。ワーマー見たかね。そんなことない。ワーマーが来たと。ママなの？あ、マーマーも美人な。美人ママなんですよ。マーマー美人だね。美人ママね。うわ、おいやいや、上手じゃない、上手じゃない。本当です、本当に思ってますよ。ねえ、ありがとうございます。マーマー今度また出てね。ねえ、お願いしますね。うわ、なんかお土産、お土産持ってきたの？ベルーガのパンです。ベルーガのパン。ベルーガのパン。ベルーガは中の町。の地名図書館の通りにベルーガっていう。うわ、ありがとうございます。いやいやいや、そうなんだ、ベルーガさんとも知り合いで。私にだよね。あ、そうか、俺に、ね、全部もらえると思ってるんですけど。すいません。じゃあお店のね、紹介を最後にちょっとしていただこうかなと思ってるんですが、場所の紹介やらお願いしていいですか。はい、ゴヤの元法然満作通り、うん、今ゴヤ一通りとなっております。ゴヤ一通りってスナックサークル、よろしくお願いします。はい、こちら島ビルの1階ですか、になってますんで、ぜひともお越しいただければと思います。サークルってカタカナで書いてありますね、はい、オレンジの看板で。オレンジの看板、はい、なんかいいね、オレンジの看板って。内村照之さんも好きって言ってた。あ、じゃあ読んでください。なんでよ。内村さんとちゃんがですか。そうですね。いやだけどなんか一回行ってみたいな。でもぜひ、はい、ますよね。いやもう分かりました。一回だけ行っていいですか。まずは1回かな。そう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 、さっき言ってたみたいね。それでハマるかもしれないし。はい、それではちょっと芸人仲間を。芸人連れて言ってもいいの、うるさすぎるかな。いやもう普通の友達いいでしょ。ママが動物園だから OK だから。動物園だからって、おいでおいでって。ママがしつけする。しつけする、怖い。しつけするって大事だな、怖いな。ありがとうございます。調教師みたいな感じで、ね、はい、わかりました。スナックサークル、ぜひ。これ電話番号も言っていいのかな、はい、こっちの電話番号だけはね、はい、大丈夫です。はい、スナックサークルのお電話番号098-938-1018、 098-938-1018 番でございます。小屋一通り、旧法然満作通りになります。スナックサークル島ビルの1階でございますよ。定休日は月曜日で、営業時間が、20時、夜の8時から、深夜25時まで
やってるということで、はい、ございますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。こんな素敵な3姉妹がいらっしゃるということでございますので、はい。で、なんか募集とかもあるって言ってなかった？なんか。いや、年末に向けてちょっと忙しくなると思うので、そうよ、忘年会やら新年会始まりますぜ、これ。あの、婚活中の男性陣もちょっとお客さんに多いので、3人を狙ってくる子もいるわけ？あの自分からはもう見飽きてるので、うん、鮮度を保ってないなるほど、フレッシュさがなくなってて、ちょっとまたちょっと新品も入れないと、新品も入れないと、なるほどなるほど、じゃあスナックサークルで働く子できれば30代のもね、うん、本当に明るくて、うん、歌が大好きな、はい、なるほど、こう人大好きな人、なるほど、はい、ぜひスナックサークル本当に楽しいでね、いじめたりしないでしょ。あ、大丈夫です。足元わからないですよ。あ、おい、これ、なんかやってるじゃないか。水面下では絶対そんなことない3人なので、はい、あの、楽しい、あの、優しい方はね、待っておりますので、ぜひ、スナックサークルで働きたいという女性の方、30代で歌うのが大好きな、優しい方、お待ちしております。098-938-1018、098-938-1018 番までお願いいたします。はい、ということで、本日はスナックサークルのメイグさんとハールさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、それではお二人からエンディング曲いただいておりますが、こちらの方振っていただいてもよろしいですか。じゃあハールが振って、はい、何を、お客様がぜひこれを、うん、ということで、はい、アゲザの大統領からなんですけど、アゲハの大統領、カスケーズのアゲナのシャイガール、はい、よろしくお願いいたします。それじゃあシャイガールは入りました、どうぞ。ありがとうございました。ありがとうございました。めっちゃ話しやすかった。ありがとうございます。はい、ねえ。夜の3分の1だよね。我慢できない。やめなさい。外で外で。あんまパッとできるよ。外で。ありがとうございました。すいません。朝早くからすいませんでした。本当に。ありがとうございます。助かりました。また今度紹介をしていただこうと思ってますので。はい。ありがとうございます。やっぱそうですね。ありがとうね。助かる。あ、いえいえ、みんなでみんなで覚えておいてください。ありがとうございます。うわ、こんなに、はい、食べながらじゃあ紹介しようね。ベルが、はい、ベルがね、オッケー。ちっちゃなパン屋さんベルが、はい、いただきます。ベルが、おもてなし。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。で、また次のご紹介を、あ、おめでとうございます。いつもすいません。あ、本当ね。いや、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。もう本当来ますね。急いでいきますと。ありがとうございます。うん、大丈夫、大丈夫。よかった、よかった。間に合った？何分ぐらいに来た？何分ぐらい？早めに来てましたし、そうです、ちょっと早めに、まあ、でも全然遅刻だったんで、いやいやいや、大丈夫、全然問題ない。10分とか10分、何分ぐらいですか。11時前には。あ、ほんと？早い、早い。8時とか、もちろん8ぐらいです。マジで？いやいや、全然 OK。 あの時ってもう出てたの？俺に LINE 送った時。そうですね、一応30あ、こっち30分、10時半に着いてて、中入ったの？いや、中入って、まあ、車の中で待ってたんですよ、うん、で、一応メールまた読み返したらFM こざって書いてた。ありがとうございました。ありがとうございました。5人でいいはずよ。ね。ここじゃねえなって。ああ、なるほど。あ、書かれてたらちゃんと。すみません。はい。前もドリュッカーが、進むか。はいはい。ね、進むか。恥ずかしい。FM 読みたって聞いてたんですよって言ってて、はい、話せなって言って、いよいよこっちおいでって言って、同じような感じだったから、いよいよ FM こざじゃなくて。やめてくださいね。ねえ、FM やめたんでやってることになってるんじゃないかと。やめてやめて。クーバさんが言うた。はいはい。そうなんですよ。僕のせいなんです。いや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 。このピサさんの似てない職場の近くだよって何のことだったかな。モノマネなんかやってたんだったかな。だからね。ごめんね、ピサさん。ごめんなさい。あとでもう一回オンエアの時言いますね。似てない職場の近くだよ。なんだろうな。お店が近くなのかな。だからね。そうだね。で、教えて全然公園にいる。お前どこの市町村全然公園にいるの。タラマソンですね。タラマソン。タラマの話はなんかできるの？タラマソン、あの、行事
イベントがあるんですよ。この間なんか大きい8月踊るとかあったそうです。8月踊りそんなのでもいいよ。8月踊りとまあでも自分が行った時っていうのは全然イベントがない時期に行っちゃって、うん、全然実際参加できないんですよ。もうああ参加はできてないよね。本当にもう自分が参加したいなとかっていう感じしか喋らない。なんかどんなかふんわりでもいいので大丈夫です。教えてください。はい、ただまあの大きさだったり人口だったりとか分からないよな。わあちょっとそうですね。いいよいいよ。よかった。信号とか。あ、草さんありがとう。芝居のことね。ああそういうことね。もう間もなく始まる。なるほど、ありがとうございます。そうね。マイク近づいてくださいね。はい。新里隆樹はいい声してるけどもあれだよね。そうそう、マイクに近づくタイプでお願いしていいですか。はい。わかりました。はい、ということで教えて全力応援芸人でございますと、ね、前半の、メグとハールずっといてほしかったんですけども、結局この教えて全力応援芸人というわけわからんコーナーもやらんといけないということでげんなりしながら始めさせていただこうと思っておりますが、その前にですね、もうまあまあツイキャスいっぱい来てるのでご紹介させていただきましょう。ピサさん、似てない職場の近くだよっていうことで、似てないっていうのはその兄弟っていう話をしてたんですけど、三姉妹っていう話してたんですが違うと。だけど一応英科だということは確かなんで、メグとハルはね。そうなんです、職場の近くってお店からかな。ピサさんね、ピサさん働きたいって来てる。マジで。マロさんこんにちは。大分のマロさんから来ていますね。ありがとうございます。こんにちは。マロさんも働けないね、大分からこっち来ない。マロダンさんと旦那さんもいらっしゃって、マロダンさんと一緒にね来ていただきたいと思いますが、ピサさん28歳はダメだねって、うん、28歳でもいいよ。そんな30と28何も変わらんよ、失礼な。違う変わるけど、全然28歳の方がどっちかといえば本当はいいやつよ。ただやっかみをするタイプじゃないね、あの二人はね。メグとハルは28歳だからあんた冷たくしようねとかそんなのはないと思うんで、めっちゃ本当にいい感じの人たちだったね。うん、素敵でした。マロさん美人さんだったということでね。そうなんですよ、僕の鼻の下伸びてたでしょ。そうなんです、マロさんメグちゃんだって。え、知ってるの、メグちゃんだって。マロさん知ってるのかな。どっちのメグちゃんから、こっち、ああ、うちのスタッフの池城さんのことですね、メグちゃん。ああそっか、さすがマロさんでございます、抑えてるね。ピサさん、姉妹のことだよってさっき教えてくれたんですよ。ピサさん、 FM 小沢職場の近くで島ビルは働きたいってことだよ。なるほど、 FM 小沢が近いってことはもう島ビルにも近いですからね。ああ、ピサさんぜひ、職場変えてっていうのを言いにくいのであれなんですけど、ありがとうございます。ピサさん若手芸人あーって書いてありますね。どういうことだろうな。あ、これ D と A でダーなの、若手芸人ダーなのこれ。うわ、なるほどなるほど。40歳これ出た、これ久保良樹40歳出た、これ若手芸人だーっていうことで喜んでくれてるわけよ。あ、なるほどなるほど。28歳か、お前まだ紹介してないから喋んな。 お前はそうなんですよね。バカチンがね。でマロさん、メガネ男子いいね。あ、久保さんじゃないよ、こらこらマロさん、こらこら、なんで俺はこんなに満面の笑みをしてこれ喜んでるのか、いじめられてることでね。喜んでおりますが、ピサさん沖縄の沖縄市ということで、はあ、なんか面白いな。ピサさん、ひどい、うん、そんなことごめんなさいね、嘘ですよ。マラさん、沖縄で働くって遠い、まあまあ遠いけどさ、住んじゃうって話ですね。マロダンさん呼ばれた気がしたって、マロダンさん来てる。なんかあの人の霊感よ、本当に。第六感すごすぎるでしょ。ヨッキーさん、チャービラサイって大分の人が言うてるからな、これな。そうなんですよ。で、マロダンさん、会社をクビになったら沖縄吉本で放送作家やりたいです。すぐ紹介します。あなたすぐキャンさんの下に連れて行って、すぐですね。はい。下手したら年間2000万プレイヤーになれる可能性がありますから。はい、マロダンさん、お待ちしております。はい、さあ、ということで、教えて全力応援芸人なんですけども、紹介する前にですね、先ほど、来ていただいたスナックサークルの、メグさんとハールさんの、ママさんが、長女が来ていて、で、あのね、長女の知り合いの、
またこれも栄華のお店ということで、ちっちゃなパン屋さん、ベルーガイルカの絵が描かれてる可愛いベルーガのパンをいただきましたんで、それを食べたいと思います。食べる、はい、喋るなお前は、お前はまだ紹介してないんだから、お前もこれ一応食べるだけは食べていいからさ。さ、ちょうど3人いるんですよ。これなんかチョコのあれかな、メグマ食べて、うちのメグね、池城メグマ食べて、はい、そうじゃあみんな3人で いただきます。はい、うん、チョコ、何ね、これチョココロネじゃなくて、うん、チョコがあの練り込まれた、うん、え、ユーストリームお前しか映ってないさね、なんやねんさっきから俺全然映ってんがな、お前なんやねんね、非常に美味しいこのベルーガ、ぜひね皆さんチェックをしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。デージ美味しい、チョコのね、うん、美味しいです。やわらかくて冷めるのお前は本当に美味しい非常に美味しい、スナックサークルの、メイクハール、そして、ママさんからいただきました、うん、ちっちゃなパン屋さんベルーガ、ぜひとも皆さん、食べに来てください、お願いします。買って、めっちゃ美味しい、うん、すごいこれ、なんか柔らかさがね非常に、うん、そうそうそう、チョコもしっかりといや、お疲れ様です、ありがとうございました。しっかり練り込まれてて、これ子供たちのおやつ最高だね。ねえ、うん、うまいわ。紹介してほしいか。長いです僕はいつになったら。ごめんごめん、分かった分かった、もうもううっさいな、もう分かったよ、しょうがないな、もうげんなりしとんねん。あと15分ぐらいをこれでずっと過ごそうかなと思ってて。いや、紹介をお願いします。紹介をお願いします。さあ、ということで、じゃあ紹介しましょうか。もうしょうがないな、教えて全力応援芸人という、はい、僕が最も苦手なコーナーを今からいや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 、やりたいと思いますが、はい、このコーナーでは各市町村に配置されている全力応援芸人をお呼びして、担当している市町村の PR をしてもらいますと。全力応援芸人って何ですか。全力応援芸人、喋るなお前は、全力応援芸人ってのはですね、吉本が勝手にまあ、各41市町村あるんですけど、沖縄県にはね、で41市町村に勝手に芸人さんたちを配置して、で全力で、勝手に応援をさせていただいて、その地域を発展ね、どうにか盛り上げていけないかと、我々で、させていただけないかなということで、少ない力を微力ながら、尽くしていこうという、それが全力応援芸人なんですけども、その今回全力応援芸人タラマ島、はい、担当の新里高樹くんです、はいはい、よろしくお願いしますよろしくねって、はい、よろしくね、はい、ようやくちゃんと喋れるように、うん、そうだね、ありがとうございます。今回はもうええわ、しょうがない、もう呼び込んだからねはい、でどうですか、はい、そんな全力応援芸人、はい、やっておりますが、はい、タラマの、あ、タラマの魅力前に一応お前の紹介もしとかんと。あ、そうです、僕の魅力も、はい、お願いします。 FM 小沢は初めて。 FM 小沢はですね、うん、トゥナイト5でちょっと何回か呼ばれて、あ、ゲストで、はい、呼ばれて、はい、あ、参加させていただいて。なるほど、その時もそうだったな、はい、なんか FM 小沢ちょっと難儀だったなって。そんなことないです。唾吐いてたよな、路上でな路上で唾プって吐いてたな、そういえばな。僕は一度も唾吐いたことないです。そうなのか、そうなのか、唾吐いたことのない、ね、口の中がパッサパサでパンが全然進んでない。全然進まない。これはもうどっちを両立ができないのかね。全然もう本当に唾がないので唾を捨ててはいないということでございますね、はい、ありがとうございます。はい、はい、いよいよ置いといて、はい、さあということで、あ、マラドナさんからいただいております、はい、プレイングスポーターさんを拳で黙らせてトナキソン全力応援芸人になりたいですって書いてあるプレサポっていう芸人がいるんですけど、はい、そのトラキソン全力応援芸人なんですよ、そいつがね、はい、そうですね、でそいつをこうバッとね、自分が変わりたいとマルダンさんが放送作家って言ってるかったかさっき、なんやりたいこといっぱいありますね。で宮城さんからピン芸人って来てましたけど、興味あるみたい、やっぱり。ありがとうございます。じゃあちゃんと紹介しましょう、はい、あなたは一体何者ですか、どういう人ですか。え、僕はですね、うん、YOEC3 期生の、ピン芸人の新里隆樹と言います、はい、YOEC って何YOEC というのはですね、うん、沖縄吉本の、養成所になりまして、うん、そういえばさ、はい、うちの支配人が、はい、言ってたんだけど、はい、YOEC ってないってよ。ないNSC にしればかっていう話してたよ、はい、え、僕はどこを卒業したんですか。だから
君はもうだからそのわけわからん変ななんていうの宗教団体に捕まったみたいな感じになってるわけお前はそこに40万お金を払ってそうですよね、うん、1年間何だったんですか。いやだからもうただの塾なんじゃない、なんか塾だったんですか、うん、潰れた塾なんじゃないの。 NSC で YOEC ってもう言うなみたいなこと言ってるよ。なんかあそうなんですか。怒られるよお前 YOEC って言ったら。なんか YOEC でヨーエックってどういうこと。ヨーエックってヨーエックってどういうこと。おそらくみんな入る前からそう思ってました、ね、でしょ。何なんだこれは。 FEC もフェックって呼んでるから俺フェックって一文字ずつは読めないんですね。でちょっと待って、だからこれじゃあ YOEC というその沖縄の吉本沖縄エンターテインメントカレッジという吉本の沖縄の学校がありますよね、はい、そこの卒業生3期生3期生で今何年目なの、はい、芸歴今年で2年目になります。お前なんか落ち着きすぎてない、なんか、はい、これがお前なんで落語家なの、はい、僕は落語家ではないです。落語家ではない落かじってもないです。かじってもない、はい、本当、はい、あそうなのかな、持ち味なんですか、ね、法政さんみたいな感じじゃないの。月亭法政さんみたいな感じじゃない。全然違います。ほんと、もう全然違います、はい、で何ほいでどうなのその、はい、3期生卒業で2年目と2年目です、はい、いうことでピン芸人をやってると。そうですね、はい。どんなのをやってる、そのネタなんか。そうですね、主に、うん、まあ、うん、フリップ、今できるの。いや手ぶらですちょうど手ぶらでした。そうだよね、フリップって言ってる段階でラジオ向きではないからな。そうですね、もうそうだよな。なるほど、フリップネタを基本的にやってる。フリップ、あとはコント、一人コントだったりを。あ、はい、一人コントもやってるの。はい、ちょっとそうですね、やらせていただいたりとかで。それ大体の概要どんな感じの概要な。大体オチとかそんなの言わないで、概要だけ。まあ大まかに言うと変態が出ますね、うん、よく。変態が出る変態が出るってどういうこと。変態仮面、変態がよく出ますね。変態仮面ってこと。変態仮面ではないですね、うん、例えばなんですけど、うん、先生が、うん、まあ、設定なんですけど、先生がオークションを始めるとか、うん、あ、なるほど先生が、学校の先生がいきなり授業中にオークションを始める。オークションを始めるみたいな。あ、なるほど、その設定いただき、なるほど、若手からもいただくんですよ俺貪欲って言われてる貪欲って言われてるから俺貪欲って、貪欲の、うん、ありがとうございます、はい、なるほど。まあまあちょっと面白そうな、はい、僕もね彼のネタちょっと見たことあるんですけど、はい、基本的にね、なんかうまいなっていうか面白いところつくなみたいな作家気質もあって、あ、非常に面白い。でカタカナであなた石橋貴明だったっけ。いや違います、違います、カタカナで新里高木なんですよ、うん、あ、新里高木か、はい、高木しかかぶ、もうかすってないですね、うん、あ、ごめんなさい新里高木っていうカタカナで書いてる芸人 で、はい、非常にね、今僕ピン芸人の中で、はい、自力を持ってるのはお前じゃないかなって勝手に思ってるところがあって。聞きましたか皆さん。いやいや違う違う違う、そんな俺の言葉なんか大したあれ何もじゃないからありがとうございます、ね、うん、だからちょっと楽しみにしてますんでね。ありがとうございます。はい、はい、でどうなのあなた、なんか趣味とかそういうのもあるの。彼女とかいるの。彼女はちょっと最近そうですね、ご無沙汰でいないですね。ちょっと待って、お前言葉の選び方がおかしい。ご無沙汰で、俺は彼女がいるのって聞いてるだけで。いや、そうだ、そういう意味です。彼女がご無沙汰ってこと。もちろんそうですよ。なんかもうご無沙汰っていう言葉がもう卑猥でしょ。え、どうしたんですか、久保さん。昼の、いやいや、どうしたんです、久保さんじゃないでしょ。もうご無沙汰イコールでしょ、お前。ご無沙汰イコールでしょ。いやいやいや、お昼なんでそういうことは。そうでしょ。だからお前の言葉でご無沙汰とか使わずに、いないですとか、彼女いない歴何年ですとか、そんなの言うたらええねんか。そうですね、じゃあ彼女がいないっていう。いない、はい、どれぐらいいない、何年ぐらいいない。でも YOEC、 あ、そうですね、うん、FEC じゃなくてNSC に入る前にもう別れちゃったんで、まあ2年ぐらいですかね芸歴と同じぐらいで。あ、そうなの、はい、お前ちょっと待って、じゃあ吉本入るっつって別れたの。ちょっとまあやっぱりそうですね、理解が得れない形になっちゃってまあそうですね、お互い別の道を歩む形で。え、その彼女は、はい、とは何年ぐらい付き合ったわけ。いやでもそんな長くないですよ、1年ちょい、ね、いや長いわ長いわ長いですか、ね、1日中やって芸人になるっつって、はい、いや芸人になる人とは付き合いきれんっつって、いや、まあまあそういう形ですね。うわー、はい、辛いね芸人。いや逆に今だったら芸人ってちょっと市民権を得てるじゃないけど、はい、はいはいはい、なんか逆に自分の彼氏があれだったらって喜ぶような子じゃなかったんだ。でもやっぱそうですね、まあ絶対見えないと思うね、その先っていうのがやっぱ見えない職業なので。なるほど。じゃ年上の子だったの。あ、85歳の子と付き合ってたの。 おばあちゃんすごくおばあちゃん何歳の子と付き合ってたの。いや全然同級生です。お前何歳。僕は今今年25歳なんで、その時23歳。うわめっちゃ若いやん。それでも先見てた女の子だったんだ、はい、そうですね。で今その子結婚して子供がいるの。
どうなっちゃったんですかね、ちょっと連絡ください。お前公共の電波で言うな、お前。何を言うとんの、マジ。はあ、い、ね、すごいな、はい、いやいやいや、まあまあそうか、そんな感じで、はい、お前じゃあ趣味とかもあるわけだから。趣味ですか、うん、これちょっと趣味がですね、うん、僕これっていうのがなくて、お本当にもうなんかもう例えばサッカー見るのが好きとか、おうおう、そのぐらいなんですけど、本当に浅いんですよ。ああ、なるほど。がっつり、そんな何かこれにのめり込むみたいなのがないのかっていうのがちょっとなくて、うん、ちょっとそれ最近ちょっと趣味を探すっていうのがいいんじゃない。そういうのもね、自分探しの旅みたいなところがあるから、はい、あ、はいはい、あ、どんな2年くらいインド行ってきたら、インドなんか見つかるらしいよ。大学生とかよく行ったりするからさ、えそれでチャイとか飲み始めて、はい、なんか変なわけわからん葉っぱ吸い始めてえ、僕芸人がやりたいです。いい僕芸人がやりたいです。廃人にはなりたくない。廃人にはなりたくないです。廃人はいや、まだ大丈夫です。そっか、まだ大丈夫ってどういうことやねありがとうございます。いっぱい来てるよ。ピサさんから、から服の人、はい、まあマジ嫌いって。から服って俺のことじゃないの一応どっちも捉える、ね、マジ嫌いって。ごめんなさい、嫌われたね、もうすいませんね。ピサさん、親子みたいって。あ、ありがとうございます。お父さんと俺が親父でね、はい、高木が子供、はい、息子と、ね、ぐらいで、はい、ピサさん、ご無沙汰はドンマイですよって。あ、お前には優しいよピサさん。ご無沙汰使うよ、変な意味でって。変な意味でっていう、おいおいどういうことね。ピサさん、芸人とだったら無理だな、いつ破滅するか分からないから付き合えない、無理無理って書いてある。僕急に振られましたここで振られたんですか。なんでだけど逆もあるさ、いつ破滅じゃなくて成功、はい、栄光をつかむかも分からんからさ。ね、こちらもそうですね、可能性がある。まあそっか、まあまあピサさんはね、あの固く、あの素敵なこんなわけわからん人間よりはああそれはそうでしょ。俺が親だっても絶対芸人と付き合うの許さんもん。やっぱそうですよね、普通に考えたらそうですよ。確かにね、手首噛み切るかもしれないもん。怖いな、もう怖いですそんなもん絶対許さんやん。そんな怖いですよ。娘とか殴れへんからな、自分の手首を噛み切るかもしれんまあまあそれは、はい、ピサさんそれは分からんなって。ありがとうございます。さあということで、あと残り4分ぐらいしかないんだけど、はい、何、あなたどこだった。タラマ島。そう、タラマソン、はい、ね、タラマソンの全力応援芸人ということ で、はい、タラマの魅力をね、沖縄市今聞いていただいてる皆さんにもバッと伝えたいわけよ。はい、はい、ピサさん猫かって書いてあるありがとうございます。ツッコミも上手だな。はい、でどう、タラマソンの魅力教えて。タラマソンの魅力がですね、うん、まあ、タラマソンにしかない、あ、始まりましたなんか、はい、タラマソンにしかない、まあ、イベント行事が結構多くあるんですけども、僕はちょっと中でもちょっと紹介したいのがピンダアースという。なんで、ね、ピンダアースって。ピンダアースって聞き慣れないあの言葉なんですけども、うんうん、まあ、簡単に言ったら、あの闘牛のヤギバージョン、ヤギ同士が、ああーピージャーって言ったりするね。あ、そうです、そうです、はい、ね、ヤギ同士が戦う。あー、なんかで見たことあるわ。すっごい迫力なの。俺生で見たことあるわお前。僕それで、あのちょっとタイミングが悪くて、まあ、7月にちょっと、うん、あのタラマソンにあの行かせていただいたんですけど、うん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 、まあ、その時期がちょっとピンダースやってない時期で。あー、なるほど。そうなんですよ。でちょっと、まあ、ヤギしか見れなかったんですけど。ああ、じゃあ戦ってる姿見てない。はい、見れてなくて。俺戦ってるの見たことあるけど、すごいよ音よ。そうなんですか。ゴスゴスっつって角同士が、うん、立ち上がるわけ、日本足で。あ、はいはいはい、はい、ガーンって。なんか昔何ディスカバリーチャンネルかなんか見たことないヤギがなんか崖の上の対決みたいな、まあ、野生の。そうですね、そう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 、あ、マジであんな感じやね。迫力がやっぱりもう音が尋常じゃない。あれ人間の頭とかあれだったらもう完璧に骨も砕けるし、頭蓋骨もぐちゃっていく全部いきますね、うん、すごい。そうですね、あれ一応見てたらちょっと多分燃える人は燃えるかもな。そうですよね、闘牛とやっぱ違う部分が、あのピンダースっていうのがあるみたいで、うん、でそのピンダースっていうのが5月と、うん、10月、うん、毎年2回あるみたいなんですけども、うん、そのピンダーアース、まあ、そのヤギ同士の戦いと、もう一つが、うん、ヤギの鳴き真似大会という。めっちゃ面白そうめーってやつ。そういうことです。それでもう本当にヤギに近い人を優勝とする審査委員長がヤギなの。いや、ヤギではないです。何なの、ヤギは審査できないね。いやいや、めーってヤギ審査委員長がめーって言い始めた人がどんどん残ってって違う。そういうちょっと大会があるみたいで、面白いね。そうなんですよ。いや、そういうのありだな。すごい大会があって、沖一通りのメンバーもこんなのやってくれんかな朝の酔っ払いみたいな声をモノマネする「うぅ」っていう人が一番、この人一番だっていう一番だみたいなね
へえ、あ、そうなんか。優勝した人には、うん、結構商品がすごくて、あの、うん、タラマソンから那覇までの往復チケットが。嘘でしょ、すごいね。豪華なチケット、もうこれすごいわ。優勝商品がもらえるようで。5月といつ？5月と10月の2回に分かれて。来月。来月、ね、もう明日から10月ですけど。そうですね。へえ、あ、そうなんだ。すごいな。いいね、それいいね。そうなんですよ、タラマ面白いな、はい、いろいろもっとタラマの魅力ってあると思うんで。そうですね、うん、いっぱい探して、はい、また紹介しに来てくださいよ、はい、お願いしますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。高木、はい、ありがとうございました。はい、ピサさんから電気チカチカ怖いヒージャーが起こってるよって。電気チカチカ、チカチカ。ありがとうございます。ピサさん、それがうちなんちゅヒージャー最高って。ヒージャー僕食べられないんだよな。私ヤギだよってどういうこと。ヤギだよ。ヤギで言わないでしょ。悪魔だよヤギって。多分なんかちぶさがあるヤギがいるじゃない。悪魔でございますよ。ピサさん、ピンク緑ヤギ決定だね。あ、俺のことね。ピンク緑ヤギ決定だね。来月勝負だね。タナバってどこ。タラマですね。タラマ、あ、ごめんなさい、タラマソンですね。タラマ、タラマ、大いに両役口に逃がしの両に。そうですね、タラマ、間かな。そうですね、でしたね。はい、ということで、本当にいろんなたくさんの皆さんからのメッセージ本当にありがとうございました。はい、はい、これにてですね、今週は終了です。講座全部でラジオ祭でございました。本当に今日もね、素敵な人との出会い感謝をして、はい、締めくくりたいと思います。ぜひまた来週もお聞きいただければと思います。宮城さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ今週の、パーソナリティはピサさん、ハーサミシっていうのは大丈夫。また来週ね。今週の、まあまあ、パーソナリティはクーバと新里高木です。はい、どうもありがとうございました。また来週、さよなら。さよなら。ありがとう。